皆さん、ハレルヤ。1週間元気でしたか？今日も先生と一緒に素晴らしいイエス様に礼拝を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。今日もイエス様に礼拝を捧げます。心を込めて、愛を込めてイエス様に礼拝を捧げます。最後まで私たちと共にいてください。私たちが捧げるこの礼拝を喜んで受け取ってください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん立ち上がりましょう。天地を作られた素晴らしいイエス様を褒めたたえます。いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。天地を作られ守られる主、私を愛される主に愛の心を捧げよう。喜び踊る主イエスに、いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。天地を作られ守られる主、私を愛される主に愛の心を捧げよう。喜び踊る主イエスに、いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。大きい声でイエス様を褒めたたえましょう。たたえよう、声高らかに素晴らしい御業を捧げよう。感謝の心、救い主なるイエス褒めよう。心から尊いイエスの御名を、この主の主、世界治める御名を。喜ぼう、手を打ち鳴らし、素晴らしい御業を。踊ろう、足踏み鳴らし、救い主なるイエス讃えよう。声高らかに素晴らしい御業を捧げよう。感謝の心、救い主なるイエス褒めよう。心から尊いイエスの御名を、この主の主、世界治める御名を。喜ぼう、手を打ち鳴らし、素晴らしい御業を。踊ろう、足踏み鳴らし、救い主なるイエス。良い道へと導いてくださるイエス様、感謝します。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、
乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。闇に迷う時でも、暗い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。じゃあ御言葉を聞く時間です。じゃあ準備はできてますか？じゃあイエス様の御言葉をちゃんと聞きましょうね。じゃあハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も一緒に神様の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉はイザヤ書40章31節の御言葉です。イザヤ書40章31節の御言葉です。大きい声で一緒に読んでみましょう。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買ってで登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。皆さん、この1週間もお元気でしたか？じゃあ今日も本文の御言葉を持って一緒に神様の御言葉を学んでみましょう。皆さん、わしという鳥知ってますよね？皆さん、わしがどうやって飛ぶことができるのか、皆さん知っていますか？わしが、生まれて、それでお母さんのわしが、子供のわしがちゃんと空を飛べるように学ばせてあげるんですが、その時になんと崖っぷちでいきなりその子供のわしを掴んではピョン離して落とすんです。お母さんのわしがなんと子供のわしを死なせるつもり？そうやって落として、それで子供わしは、ああ、このままだ、私死ぬと思うのは当然でしょうね。あー、怖いと思うのは当然ですよね。その時にやっとわし、子供のわしはこの自分の翼をパタ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 して羽ばたきをすることが初めてできるようになるんだそうです。もちろんこの子供のわしは生まれてきてその羽ばたきをすることもわからない。自分の背中にその翼がついてるのも知らない。だけどそんな命を落とすような危険なことを感じた子供の足は自然にその翼を出して羽ばたきをし始めるんだそうです。もちろんそれが最初からうまくいくことはありません。ですから何回も何回も訓練練習をさせて、やっと一人でどこで落としてもちゃんと羽ばたきをして飛ぶことができるようになるんだそうです。皆さん、わしのお母さんが自分が産んだ子供である子供のわしが嫌いだから、いきなり掴んでは
ね、掛け縁の上で落とすんですか？違いますよね。お母さんのわしは子供の足、あの子供のわしが大好きなんです。だから一人でちゃんと空を飛ぶようになって、一人でちゃんと餌を探して掴んで食べていけるように愛してるから練習させるんですね。このようにわしの子供はわけわからずいきなりね、お母さんに餌ください餌くださいって言ってるのに、いきなり自分の体を持ってっては落とすんだもん。だから子供の側でちゃんと考えてみると、なんていうことをするのお母さんと思って当然ですよね。だけどこれは愛していないからではなくて、ちゃんと愛しているからゆえに、この子供がちゃんと成長して一人前になれるようにということで練習をさせるということがわかります。このように神様も私たちのことが嫌いだから、また私のことが関心がないから、それで私たちが苦しむことにあったり悲しむことがあったりするわけではありません。神様も私のことをちゃんと全てのことを分かっているゆえに、私が信仰の上で成長していくことを望んで、時には幸せ嬉しいことを与え、時には悲しいことを与え、時には辛いことも合わせてくださるんです。ですから皆さん、どんな時にも、これだけ神様を信じているのに、なんで私にこんな辛いことがあるの、なんで辛い目に遭わなくちゃいけないのではなくて、今日の御言葉をちゃんと思い出してほしいんです。お母さんのわしが子供のわしを掛け縁からいきなり落として、ちゃんと飛べるように、その飛ぶことを学ばさせるためにやってたこと、神様も私たちが成長していくことを望んで、こういう辛いことにも合わせてくださるんだなと、ちゃんと皆さんが分かってほしいんです。ですから今日の御言葉のように、いつもどんな時でも神様だけを見上げ、神様だけ信じていけば、必ず神様は私たちにその問題や辛いことを乗り越えていける力を与えてくださいます。ですから私の力ではできないけど、神様が力を与えてくださり、神様の力によって何でもできるのです。アメン。信じますか？このことを信じて、私たちはいつもどんな時でも神様を見上げ、このことを絶対解決できるのは神様であるという信仰を忘れないで、神様だけに信頼し頼って祈っていきましょう。そうすると神様は、子供の足が、私落ちる落ちて死ぬという時に、お母さんの足が素晴らく力強く翼をでちゃんと子供を受け取って、また空を飛んでまた落とすように、神様が私たちを飛ばせることを信じていきましょう。それでは今日もこの御言葉をちゃんと思い、毎日どんな時があってもこのわしのお話を忘れず、どんな時も神様を見つめ切に祈っていく私たちになることを、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
じゃあそれでは先生と一緒にお祈りします。イエス様、感謝します。今日も素晴らしい御言葉を与えてくださり感謝します。イエス様を信じているのに、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのという時が必ず来ると思います。その時に私がわからないから、なんでこんなことが起きたのか訳がわからないとつぶやくのではなくて、ちゃんとこのわしのお話を覚えて、神様、すべてを知っておられる神様がまた私を愛し、こんなことを合わせてくださったんだなと思い、切に神様に、神様を求めて祈っていくことができるように、神様導いてください。神様、どんな時も神様だけを愛し、神様だけを見つめていくことができる幼稚部の一人一人にならしめてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。じゃあそれでは皆さん、感謝の心を込めて神様に捧げ物を捧げましょう。イエス様、愛します。御言葉をくださって感謝します。御言葉と恵みに感謝し、現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さんが捧げた元気のための祝福のお祈りをします。じゃあお祈りします。主よ、子供たちが神様のために、正しいことのために、神様に忠実するために、怖いことがあっても神様を信頼して行っていくことを決心しました。そして神様を愛する心を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちのその未来を、将来を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではすべての栄光を神様に捧げましょう。